皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は高市早苗さんが非核三原則の持ち込ませずの議論をしないのはおかしいという発言をして波紋を広げております。そして与野党の新たな発言が出てきましたので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではこちら FNN プライムオンラインの記事の一部を紹介します。各共有で自民高市氏持ち込ませずの例外作るか議論ということで、高市さんが批判されるのを承知で非核三原則について発言をされました。こちらですね。自民党の高市早苗政調会長は1日、国民の安全が危機的状況になった場合、非核三原則の持ち込ませずの例外を作るかについての議論を封じ込めるべきではないとの考えを示しました。つまりこれは何かと言いますと、中国や北朝鮮、そしてロシアが今回ウクライナに侵攻したように、言うことを聞かないと核兵器を撃ち込むぞと、もしくはミサイルを撃ち込むぞと、そういう国民の安全が危機的状況になった場合、この非核三原則の持ち込ませずの例外、つまりですね、今建前上では日本の国内に核兵器を持ち込んではいけないということになっておりますが、例えばアメリカの原子力潜水艦に核ミサイルが積み込まれております。その原子力潜水艦は日本の港に普通に寄港しております。で、もちろんそのアメリカの原潜のことまで具体的なことまでは言っておりませんが、そういった建前で話すのはやめて、具体的にこの持ち込ませずの例外を作って建前でなくしたらどうですかと、その議論を封じ込めるべきではないんじゃないでしょうかと。つまり、これはもう国民の安全を守るための議論ということになりますので、むしろこれに反対する方は一体どんな都合が悪いんでしょうかと。日本が核兵器を持つわけではないんですよと。だから一体何の都合が悪いんでしょうかということになります。で、この話が出てですね、こちらですね。高市氏は1日午後の記者会見で、いわゆる非核三原則、持たず作らず持ち込ませず、だが、この持ち込ませずという部分については、政府が従来から民主党政権時代も、自公政権になってからも、国民の安全が危機的状況になった時に、非核三原則をあくまで守るのか、それとも持ち込ませずに例外を作るのか、それはその時の政権が判断すべきことで、将来にわたって縛ることはできないという立場を述べていると指摘しております。で、後ほどこの部分について高市さん自らがツイートをされております。で、後ほどそちらを紹介いたします。で、これはですね、自公政権だけの話ではなく、民主党政権の時もこういった話が出ているので、今の立憲がこれを批判するのはちょっとおかしいんですよね。なので後ほど立憲泉代表のコメントも紹介いたします。で、その上で国民の安全が危機的状況になった場合に限り、非核三原則の持ち込ませずの例外を作るかどうかについての議論を封じ込めるべきではないと主張されております。つまりですね、議論してはいけないということがもう一番ダメな話で、このニュースを見て、左翼系の人たちとマスコミが騒いでいますが、それ自体がおかしいんですよね。議論してはいけないことがおかしいんです。一体何の都合が悪いんでしょうかと言いたいですよね。今ウクライナは核を放棄したことで、ロシアが約束を破って侵攻しております。これは将来の日本を表しておりますが、そんな状況にあるのに議論をしてはいけない。それ自体がおかしいんですよね。なのでこれに反対する人たちは何かしらの意図を持って発言していると。つまり共産党のように日本を滅ぼしたいとか、共産主義の国にしたいとか、そういった思想を持っている人たちが反対をしているということを覚えておいてください。そして、高市さんのツイートを紹介いたします。民主党政権時代の
岡田克也外相が核兵器を搭載した米艦船の我が国への寄港について、日本国民の安全が危機的状況になったとき、原理原則をあくまで守るのか、例外を作るのかは、その時の政権が判断すべきことであり、今、将来にわたって縛るわけにはいかない旨の良い答弁をしておられました。ということで、良い答弁ですよね。岡田克也氏、例外を作るかどうかは、その時の政権が判断すべきことであり、将来にわたって縛るわけにはいかない、その時の政権が決めることですよと。つまり議論してはいけませんとは一切言っておりません。後ほど立憲の泉代表のコメントを紹介するので、これを覚えておいてください。そして、民主党時代の岡田外務大臣の答弁については、その後の自公政権でも引き継いでいる旨が、平成26年2月14日の衆議院予算委員会で答弁され、同月、安倍内閣で閣議決定もされています。先ほどの岡田外務大臣の答弁について、自公政権で引き継いで、安倍内閣で閣議決定までされています。つまりこれは政府として正式な決定事項になっております。つまり議論してはいけないということではありません。持ち込ませずの例外を作るかどうかは、その時の政権が判断できるように閣議決定してますよということになっているので、議論はできるはずです。そして、よってニュークリアシェアリング、つまり核共有に関しては、国民の皆様の安全が危機的状況になる最悪の事態を想定すると、非核三原則、持たず作らず持ち込ませずのうち、持ち込ませずの例外に関する議論を封じるべきではないと考えます。ということで、高市さんはもう論理的にツイートをされております。皆さんこのことをもしかしてお忘れになっているのではということで、閣議決定までされているので、議論を封じるべきではないというよりか、時の政府が例外について議論ができるようになっているので、封じることはできませんよということを表しております。そして、こちら海津大学教授の高橋陽一氏のツイートです。米原船は横須賀に寄港するときに核兵器をどこかに下ろしてきたのかい？岸田政権は議論もさせないの？と言われております。これが建前論なんですよね。アメリカの原船は横須賀に寄港しております。そしてその中に核兵器はおそらく持ってるでしょう。で、日本に寄港するときにわざわざどこかに下ろして寄港しているんでしょうかと、下ろしているわけないんですよ。だから持ち込ませずというのはあくまでも建前論で今運用しているだけですので、今はですねもう例外どころか通常業務で持ち込んでいるので、ちなみにですねもしこれ議論して例外作った場合に、こちらですね、日本国民の安全が危機的状況になった時に初めて例外項目で持ち込むことができるのが、今は通常業務で持ち込んでいるので、むしろ例外項目を作ってしまうと危機的状況にならないと持ち込めなくなってしまうということになるので、今よりも持ち込めなくなるということになります。そこをですねあえて議論しましょうよと高市さんが言ってるんですよ。そういう状況になっていることをご理解ください。でですね、左翼の人たちはこれを反対しているので、一体何を言っているんだろうかと。むしろ議論した方が核の持ち込みが減るのに、左翼の人たちはそれすらやらないと全く馬鹿げていますよね。そしてこちら産経新聞の記事の一部を紹介します。野党は核共有議論で濃淡が生じております。立憲の泉代表、この件に関してツイートを行っておりませんが、1日に記者会見でコメントされております。核はお互い持つべきでない兵器だ。特に日本は被爆国なので、我々が持つ、持ち込ませるという態度ではいけないと述べました。もう何かファンタジーの世界にいるような感じですよね。もう世界中に核を持っている国がいて、つまり核を持っているロシアが核を持ってないウクライナに対して脅しをかけている時代ですよ。もうファンタジーですよね。で、その上で、なんだって議論は良いというのは違う。
と議論の必要性を否定しました。しかも議論をしてはいけないと、いやいや岡田克也氏に何を言ったのか聞かれた方がいいんじゃないでしょうか。時の政府が判断してもいいとコメントをしていたのに、何だって議論は良いというのは違う。議論してはいけないと言ってますね。本当に立憲の人たちはブーメラン飛ばしたいんですね。そして小川政調会長も非核三原則は国是だと強調したそうです。もうほっときましょう。そして昨日の私のこちらの動画で紹介もしておりますので、まだの方はぜひご覧になってみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。共産党の小池さん、東南アジアの緊張を高めるだけとなり、何よりも被爆者の皆さんが怒りの声を上げている、慎むべきだ。ということで、昨日の動画でも紹介しております。東アジアの緊張を議論しただけで高めるそうです。東アジアには核をたくさん持っている中国がいるんですが、中国は緊張を高めないそうです。おかしなこと言ってますよね、本当に共産党は。で、共産党は岸田首相と同じ意見になっているということです。それを共産党は歓迎しているそうです。なぜなんでしょうかね、岸田政権。共産党と全く同じ思想になっております。そしてこれに対して維新と国民民主は見解が異なっております。維新の松井代表は一番積極的で、核共有に対して議論すべきだと言ってます。もうそれが具体的でして、核ミサイルを配備する基地を持つ必要はないと思うが、米国の原子力潜水艦をリースしてもらうとか、そうした議論すべきだとですね、具体的に言われております。そして玉木代表が1日に記者会見を行いました。これはこちら NHK の記事で一部を紹介いたします。玉木代表は記者会見で、非核三原則や平和国家の歩みからすると一足飛びの議論だ。唯一の戦争被爆国として核廃絶という大きな目標を掲げてやっていくべきだと述べられました。つまりですね、維新の松井代表から比べてみますと、ちょっと腰が引けているということになります。そして一方で、どのような形であれば憲法が掲げる平和主義と反せずに核抑止が機能するのか、現実的な議論を積み重ねていくことが大事だ。ということで、議論はしましょうよということを言われております。そして特にこれまで議論を避けてきた非核三原則の持ち込ませずの部分が一体何を意味するのか、日米の具体的なオペレーションのあり方を含め、冷静な議論を始めるべきだと述べられました。ということで、一応高市さんと同意見で、この持ち込ませずの部分、日米の具体的なオペレーションも含めて、冷静な議論を始めるべきだと、という前向きなコメントをされました。ということで、これを見る限りでは、玉木代表は、日本として核兵器は持つべきではない。ただ、アメリカの原潜については容認してもいいのではというふうに考えていると、私は推測をしております。おそらく高市さんも同意見なんじゃないかなと、私は思ってます。おそらく核兵器をいきなり持つというのは無理でしょう。本当はですね、持ってほしいんですが、やっぱりこれは少しずつ階段を登っていかないと、日本の場合は唯一の被爆国ですので、このアメリカの原潜の機構を認める、そこからなら容認を得やすいんじゃないかなという気がします。ただですね、これ知らない人の方が多いので、やぶへびになってしまって、アメリカの原潜すらダメだと、という方はもちろん出てくるでしょう。ですが、やっぱり議論はすべきだということになると思います。そして令和はですね、核兵器を保有することには賛成しないということを言われております。令和の山本代表、核兵器を共有することで抑止力につなげるという議論だと思うが、日本が核兵器を保有することには賛成しない。そしてアメリカの核兵器を国内に持った場合、使用を決めるのはアメリカで、日本に主権はなく、アメリカと日本の植民地関係の強化にしかならないと述べました。つまり、山本氏は、日本自体が核兵器を保有することは反対。そしてアメリカの原潜は、核兵器のスイッチを押す権利はアメリカにしかないので、
それも反対ということを言われております。つまり、令和では抑止力を持つことができないということになります。あのですね、アメリカの原潜はスイッチを押すか押さないかというのは重要ではないんですよ。つまり日本には核兵器を持っていますよと。それが抑止力になるので、スイッチを押すか押さないかというのは重要ではありません。つまり、アメリカの原潜はいるだけでいいんですよ。おそらくスイッチを押すようなことはないと思いますので、なので山本氏は、こういう理屈をつけて、日本に核兵器を持ち込ませたくない。なので、令和では日本の安全は守れないということを証明しました。令和の支持者の人たちには悪いんですが、もう令和は活動家が政治家になっているような政党ですので、もうこれが限界なんだと思います。そして、こちら産経新聞の記事の一部を紹介します。公明党は何を言ったのか、もう皆さん想像つくと思いますよね。山口代表は、この核共有について、公明党は非核三原則を作ってきた立場だ。この三つの原則、核兵器を持たず作らず持ち込ませず、という姿勢を貫くことが大事だ、と述べました。もうバックに習近平がいるので、それは反対するでしょう。そして安倍氏の発言に関しては、真意が定かでないので評価控えたいとした上で、安倍氏は首相の時も今も非核三原則は守るという姿勢を貫いていると思うし、それは岸田文雄首相や我々とも同じ考えだと思う。これからもそうした姿勢を堅持していくべきだと語りました。つまり公明党が政権にいる限り、核兵器を持つこともできないし、持ち込むこともできません。なので公明党では日本を守ることはできないことを証明しました。そして一方で岸田政権はどうなのか、産経新聞の記事の一部を紹介します。政権幹部核共有論に神経尖らせる、党で議論せずという記事です。じゃあですね、安倍さんの核共有発言に関して岸田文雄政権の幹部から消極的な発言が相次いでおります。現政権が核共有論に傾いていると受け取られないよう神経を尖らせているようだ。ということで、昨日の動画でもお伝えしましたが、核の話題をすると票を失うと思っているんですよね。それがもう岸田政権なんだということになります。ただですね、それはウクライナ危機が起こる以前ならそうでした。それがウクライナ危機の後、世論は変わりつつありますので、この話題を避ける政治家というのは次の参院選で落選する可能性が生まれてきております。それをまだ岸田政権は気づいていないということになります。なので神経を尖らせているということになっております。そこでですね、茂木幹事長は1日の記者会見で安倍氏の発言について、日本が核共有すべきだという発言とは私は受け取っていないと語りました。そして記者から突っ込まれて、安倍氏はタブー視せずに議論していくべきだという意見だったと問われると、それは安倍さんに聞いてくださいと答えたそうです。なので茂木幹事長は聞きたくないと、関わりたくない、話したくないと。だからもう避けてるんですよね。つまりその発言をすると票を失うと、それを恐れております。なのでもう普通に議論していくべきだと言えばいいのに、議論したくないということを表しております。なのでやっぱり岸田政権ダメですよね。で、昨日もお伝えしましたが、梶山幹事長代行はあくまでも個人の考えを示されたものと理解している、党としては議論を行っていないというのが現実だと述べて、党の見解ではないとの姿勢を強調しました。もうこれを語ると、もう票を失うと、もう逃げ腰ですよね。だから批判を承知で安倍さんと高市さんは発言をされたということになります。ここで議論を盛り上げていかないと、いつまで経っても核の議論ができないと、それを見越した発言です。で、ここで驚いたのが、親中と言われる福田達夫総務会長、1日の記者会見で、議論そのものはすべきである。国民と国家を守るのであれば、どんな議論も避けてはいけない、というふうに述べられました。ちょっと驚きですよね。親中と呼ばれる議員は、日本が核を持つと、
中国は困るので絶対にそのような発言しないはずなんですが、これにはある背景がありました。かつて中川翔一氏がもう随分前に発言しました。そこで福田氏は中川氏本人から発言の真意を聞いたことを明らかにしました。で、それは何かと言いますと、中川氏は自民党内で最も保守派と言われた自身が各共有の議論を訴えることでこれよりも激しい意見を止めるんだと、自ら防波堤になって議論をしやすい雰囲気を作ると、そういった真意を聞いていたので、福田達夫氏は議論そのものはすべきだと、という発言をしたということになります。なので、まあ今回については素晴らしいと思います。で、安倍さんはフジテレビの番組でロシアのウクライナ侵攻を受け、核共有についてかつて中川翔一さんが議論すべきだと言ったらバッシングを浴び、萎縮して議論できない状況にあるが議論を行っていくべきだろうと訴えておりました。つまり安倍さんは中川翔一氏が以前にひどいバッシングを浴びました、それを覚悟して今回ウクライナ侵攻を受けて、このままでは日本も同じようになってしまう、なので言わないといけないという覚悟を持って言ってるんですよ。なのでそれをご理解ください。そしてこちら一般の方のツイートです。安倍さんも高市さんも反対派から猛批判を承知の上で発言されていると思います。ここで封じると今後に同じような声が上がっても前回で核の議論はしないことになったはずだと潰される可能性がありますからね。核の話になるとアレルギー反応みたいな拒絶が起こりますが、議論はすべきだと思います。ということで、今回ですね、議論をしておかないと中川翔一さんが潰されたようにもうずっと議論を潰される可能性があります。そうなると皆さん、今後台湾有事が起こった時にもう何も議論ができないということになってしまいます。やっぱりもう中川翔一さんが生きていた時代と環境はもう全然変わっているんですよ。だから今やっておかないと中国共産党が攻めてくる可能性がありますので、もう非常事態だと思った方がいいと私は思います。そしてジャーナリストの門田隆昌氏のコメントです。今回の高市さんの発言に関してマスコミも含め親中勢力がこぞって反対の核シェアリング、中国のために頑張りなさいと言われております。なので今回バッシングしている人たちというのはバックに中国がいる可能性が非常に高いです。そしてあとは日本共産党、なのでどちらも日本を壊したい勢力がバッシングをしていることになりますので、今回もはっきりしましたよね。安倍さん、高市さん、日本維新の会、そして国民民主党、この勢力が議論をしましょう。そして反対しているのが岸田政権、公明党、日本共産党、立憲民主党、令和新選組という勢力は議論さえしてはいけないと言っておりますが、一番間抜けなのはこの民主党時代、岡田克也外相が時の政権が判断すべきですよと言っているにもかかわらず、立憲の泉代表は議論すらいけませんよとトンチンカンなことを言ってます。なので皆さん、この核議論、今回の参院選で焦点になるように我々は声を上げていきましょう。そして高市さんが議論ができるように世論がサポートして SNS でもいいので声を上げていきましょう。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。